イラクリア・アラサニアは、ジョージアの政治家、軍人、外交官。アブハジア自治共和国政府議長、国連大使、国防大臣を歴任。イラクリア・アラサニアは1973年にアジャリアのバトゥミニテ誕生。彼は未成年にもかかわらずアブハジア戦争に参加。戦争末期には、父親のマミア・アラサニア将軍から圧力を受け、アブハジアへの居住を余儀なくされた。 彼の父親は1993年9月のスフミの陥落時に他のジョージアの政治家と共に殺害された。イラクリア・アラサニアは1995年にトビリシ国立大学を卒業し国際法の学位を取得。また並行して1994年から1996年までジョージア安全保障アカデミーの課程を受講。 1994年から1998年までジョージア国家安全保障省で勤務。1999年にパンキシ警告危機が始まるとアラサニアは衝突を解決する主要人物の一人となった。彼はロシア軍がチェチェン共和国に協力することに反対した。彼は2002年2月から2004年2月まで国防、副大臣。 2004年3月から2004年7月まで、ジョージア国家安全保障会議副書記を務めた。2004年9月28日、ジョージア大統領ミヘール・サーカシュビリは、アブハジア亡命政府議長に、アラサニアを任命した。2005年2月15日、サーカシュビリ大統領は、ジョージアとアブハジアの和平会談に対する、補佐官として、アラサニアを起用。 当初はアブハジア独立主義の指導者からの反対を受けたが、後に国際連合グルジア監視団の圧力下で受け入れられた。この期間中、アラサニアは複数のアブハジア政治家と良好な関係を築くことに成功し、2006年3月には両国間の直接交渉の場となるジョージアアブハジア調整委員会を再開するための役割を担った。同月、 ジョージアとアブハジアの交渉からアラサニアを排除することは直近の良好な勢いを妨げることにつながる可能性があるという専門家の意見からアラサニアはジョージア代表の国連大使に任命されたアラサニアはアブハジア問題に取り組みその努力によって国連総会においてジョージアにおける紛争の被災者問題が議論されたその結果悲惨の返還や難民 国内避難民のアブハジア機関権を認める決議が1708が採択された。その後もアラサニアは大統領特使としてアブハジア問題への対応を続けた。2008年5月12日、アラサニアは非公式にスフミを電撃訪問し、ジョージアとアブハジアの和平計画を発表した。この動きはジョージアアブハジア間の交渉の膠着状態と、 アブハジアに対するロシア・ジョージア間の緊張の高まりの中での出来事であった。2008年の南オセチア紛争の際、国連大使であったアラサニアは、ジョージア側のキーパーソンとして機能し、国連安全保障理事会との交渉を担った。アラサニアは、国際連合及び国際的な圧力による迅速、かつ決定的な紛争集結のための圧力を求めた。 2008年12月4日、アラサニアは、ジョージア政府がロシアとの紛争に介入することを懸念し、国連大使を辞任した。チャック・ヘーゲル米国防長官と会見する、アラサニア国防大臣2008年12月26日、国連での任務を終えて、ジョージアに帰国してから数日後、アラサニアは、野党各党と会談し、ジョージアの政治に、 積極的に参入していくことを発表した。アラサニアは南オセチア紛争においてジョージア政府が介入したことを批判しロシアの罠にかかったと述べた。またアラサニアは強く透明な民主的機関の創設を求めた。続く1月25日のインタビューでアラサニアはサーカシュビリの大人と早期の大統領選挙を求めた。2009年2月16日アラサニアは 記者会見を開き、新たな政治団体の立ち上げと、主要メンバーの発表、ジョージアの政治、経済の将来ビジョンの宣言を行った。アラサニアを支持した出席者には、レバン・ミケラーゼ、ビクトル・ドリゼ、アレクシ・ペトリア・シビリーラがいた。弁護士のシャルバ・シャブグリゼもまた、アラサニアの団体に加わった。ジョージアの野党幹部のほとんどが、この発表に立ち会い、 アラサニアによって新たに設立される政党との協力に関心を示した。発表から2日後には、アブハジア戦争時に国防大臣を務めていたギオールギカルカラシビリがアラサニアの考えを全面支持する意向を示した。2009年2月23日、アラサニアの政治団体は、ジョージア共和党及び親ウ派党と提携し、ジョージアのための同盟を結成した。 アラサニアは同盟の議長となり、共和党のダビドウスパシビリと新右派党のダビド、ガムクレリゼが共同議長に就いた。そして同盟はサーカシュビリ大統領に対し、直近10日間以内に国民投票を行い、早期の大統領選挙を望むかどうか有権者が決定できるようにすることを求めた。2009年7月16日、アラサニアの同盟は新党 我らが、ジョージア自由民主主義者を創設し、アラサニアが党首に選出された。2009年9月、アラサニアは、翌年のトビリシ市長選挙に立候補することを発表した。2012年2月、自由民主主義者等ら3等が協力し、野党連合、ジョージアの夢が結成された。ジョージアの夢は、同年の総選挙で勝利し、イバニシビリ政権及び、 ガリバシビリ政権で国防大臣を務めた。ありがとうございます。